どうも、クニーです。今日はですね、サングラスを紹介したいと思います。やっぱりサングラスってやっぱ中高生の方はつけることはないんじゃないかなとは思うんですけども、社会人になってくるとやっぱここはマストアイテムになってきますね。なぜかというと、サングラスかっこいいじゃないですか。サングラスしてるだけでちょっとうまく見えますし、やっぱそういう意味ではやっぱ草野球ってかっこいい、ファッション性もちょっとね、すごく重要な要素だと僕思ってますので、必要じゃないかと思ってますね。で、サングラス僕何使ってるかというと、やっぱオークリーって言いたいところなんですけども、オークリーとかって3万4万するじゃないですか。そうなるとちょっと手出せないですよね。なんで僕はいつも 2,3,000 のやつを使ってます。で、今まで2つ買ったことあるんですけども、1つ目が潰れてしまいました。1つ目使ったのはこちらのサングラスです。これ一応野球専用っていうことで、野球ショップの方で買わせてもらって3000円ぐらいのやつだったんですけど、ここね、ここは耳に当たる部分がゴムになってるんですよ。ですごく滑り止めになって、思いっきり走っても落ちないっていうのがすごい良かったんですけど、皆さん反対側が知らない間に取れてしまいまして、その気づかずにずっと使っててないやんってことを気づいて、ある日わかんなっていうことになりました。で、かけると大体こういう感じになりますね。僕あれなんですよ、自慢じゃないですけど、サングラス似合わないんですよね。顔おかしいじゃないですか、明らかに。でもこのここあるじゃないですか、ここサングラスのここの部分がここシュッてなってるでしょ、斜めになってるでしょ。だからこの感じの、このなんていうんですかね、デザインのサングラス嫌だなってずっと思ってたんですよね。で、まあ耳の滑り止めの部分取れちゃったので、じゃあ買おうっていう気分になりました。で、今度買うやつはこの端っこのね、ここの部分がもうちょっとなんかこうシュッてなってないやつ、もうちょっとこうフラットになってるやつないかなっていうので探して見たところ、あったのがゼビオスポーツで買いました、こちらです。じゃじゃーん。今度はね、ちょっと野球専用じゃないですよ、これランニング用も兼ねてるんで、で色が入ってます。こっちとかだとだいぶ分かりやすいんですけど、こういう感じですね。はい、上が新しいやつで、下が今まで使った方ですね。で、これね、そのここのねグラスのラインもちょっと下の方は上に上がってるんですけど、今度のやつは、まあ、それなりにフラット、まあ、上がってはいるんですけどフラットっていうね、そういうデザインになってます。なんでこれを基本的にいつも僕は最近使ってますね。帽子があって、まあ、こういう感じですね。どうですか、ぶっちゃけこの変更さんがその色が入ってないね、こっちの方が僕は使いやすいんですよ。でもこれを使ってます。一応このかけた瞬間のここの僕の頬骨出てるんで、これだとちょっと頬骨に当たってちょっと違和感なんですけど、これはグラスが顔に当たることがないっていうのでフィット感はすごいあるんですよね。で、こっちはすごく見やすいんですよ。で、こっちは以前のものと比べると見にくいんですけど、まあ、フィット感とあとまあデザインが、このグラスのラインが僕は好きかなっていう形ですね。で、こういう感じで装着しますね。で、まあ、ずれることはないですね。滑り止め今回はあんまないんですけど、そこまでずれないんで気にはならないですね。で、基本、まあ、デイゲームが多いのでこういう形でつけるんですけど、曇りの日とかでもね、もしくはそのない時はさすがにつけないんですけど、曇りの日とかでもこういう感じにね、頭の上に帽子の上にね、こういう形でのっけて使ってます。やっぱりなんでそうするかっていうと、かっこいいじゃないですか。かっこいいんでね、やっぱやるっていうのが結構草野球とかまあではね、一個その重要なポジションを占めてますね、僕の中では。やっぱりそのアンダーアーマーのグローブにしてもかっこいい、スラッガーのラベル変えるのとかもかっこいいから、
ていうところでやったりしますよね。僕の場合はですよ。でこのバッティングジャージ着るのとかもやっぱりそれ選ぶ時も、まあ、もう機能性もありますけど、やっぱりそのかっこよさ、僕のその好きなデザインなのかどうかってところをすごく重視したりします。ということで今日はサングラスを紹介させていただきました。このサングラス、ゼビオスポーツでランニングコーナーにあったと思うんですけども、まあ、3000弱、2000円台で確か買えたと思いますので、皆さん気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。めちゃくちゃ試合で本当に機能的に使うなら、あのこっちの方がいいです。これはあの6号土手っていうところにある、あの6号土手っていう駅の近くにあるスポーツショップで買ったんですけども、まああのこういう感じで取れちゃいましたので、耳が出る部分の滑り止め取れちゃいましたので、こっちを買ったという形ですね。これあのランニングでも使えますので、皆さんぜひ一度チェックしてみてください。ということで今日の動画は使っているサングラスを紹介しました。チャンネル登録、いいね、応援コメント受け付けておりますので、どしどしお願いいたします。それでは失礼いたします。